こんにちは山下大樹です今日朗読するのは直木賞作家千葉谷茜さんの透明な夜の香り主人公は元書店員の一華です古い洋館の家事手伝いのアルバイトを始めた彼女はそこで暮らす調香師の小川作と彼の幼なじみで探偵の新城と出会います どんな香りでも作り出せる柵のもとには、風変わりな依頼が次々と届くのですが、い川人並み外れた嗅覚を持つ柵が、それゆえに深い孤独を抱えていることに気づいていきます。香りにまつわる新たな知覚の扉が開くドラマティックな長編小説です。それでは、始めます。 玄関を入ってすぐの応接室らしき部屋に通された川張りのソファーセットに飴色の家具落ち着いた色の草花模様の壁紙高い天井を見上げるとシャンデリアがあった内装は重厚で時代がかっているのに古臭い匂いはしない部屋は 窓から差し込む柔らかな光に包まれている何の匂いだろう玄関扉が閉まった瞬間に嗅いだことのない匂いに包まれた清涼な香りだった